やっぱあれだ、入学式なんだ今日。小学校ね。いや、江東区の学校はみんな入学式ってことだよね、今日は。で、どうしよう。どっかあっち走るかな。そっちは特にないけどね。なんか気になるな、でも。おじさん行ってから。どこ渡る？どっか渡れるかな？あそこ橋じゃないのかな？これどっか突っ切れるのかな？突っ切れそうにないよな。あの先まで行かない。ダメか。アパートの向こう側へなかなか行けないね。いいタイミングで人が来てくれるから怖いな。千代堀川公園東、そうか、ここ右行くしかないか。もうその先がもう小泣川ですね。じゃあこれ右ですね。青もいい感じだけどな。ちょっと学生さんが行ってから、休みなのくっそ嬉しいな。どの辺だろう。大したことねえか。東、これ板書橋か。それでアパートとかマンションばっかりだな。調べれば。じゃあこれ渡る？どうしよう。渡った方がいいか。どっちでもいいんだけど。今とりあえず中から見てきたんですけど、まあまあ別に普通に川ですね。まあ、そりゃそうですよね。普通に川でした。でも一応公園みたいになっててね、綺麗にしてありましたけど、ね、まあそっち行ってもね、写真撮ることがないんで。ここを渡って、右行ったらあれですね、さっき調べたら新宿線ですね。東西線じゃなくてね。これ新宿線。みたいです。これ右の方行ったら何かあるのかな。駅か。ちょっと行ってみよう。
半袖、すげえ、郵便配達、半袖だ、あの時さ、寒っ。小学生じゃねえんだから、上着ればいいのに。あれだ、一時期あれだもんね、25度ぐらいまで行った日があったから、もうみんなダウンジャケットとかもうしまっちゃったんだろうね。着てる人いないもんな、このクソ寒いのか。あ、子供今着てたの。大人は結構まあ着てないですもんね。こんな寒くなるとは思ってなかったんですよね。自分ももうしまおうかなって思った時だったからね、ちょうど。一応まだ出してありますけど、さすがに今日はね来てこなかったけど、ちょっと裏行ってみようかな。あ、表面はね商店街だ。あ、またふんふんって言ってるわ。言わんとこって思ってるんだけど、出たんだな。ちょっとこう、あっちの後ろちゃうかな。商店街なのかな、お店が少ない、その少ないお店もやってない。人もいない。スーパー、糸、うん、ここだけですね。これ終わっちゃった。何も入ってこないな。医学全身癒しの俺、俺ってなんだよ。あ、ここ商店街だ、またあっちもすげえ商店街だ。あっちの方も、あの先も商店街か。まあちょっとこっち行ってみる。川沿いの方ね。ここは大島中の橋の南商店街。もっと違うね。右行ったら大島駅だ。大島駅ね。また細いところだな。まあ いや、行ってみるか。路川沿い歩いてても、なんか何も発見できそうにないんで。もう5丁目アパートで結構広いんだな。いっぱいあるんだな。ん？あそこなんか神社か？なんだ？ちょっと行ってみよう。なんか立派な神社があるぞ。あ、閉まってんのか。大島稲荷神社。閉まってはないか。どうしようかな、渡ろうかと思ったんだけど、渡ってもな、なんかアパートばっかだしね。とこっち行ってみよう。こっちは何なんだろうね。あ、丸八だ。え、丸八なんだ。ここに。
なるはずか。もう丸八か。あれな。やってないんだもんね、全然。こっちの方ね。自分さんとかで。番地はなんだろう。王子の四丁目。あ、すごい店が充実してるんですよ、こっちは。すごいな。ね。線路のところはもう多分そうだな。こっち行くか。面白いな。違うのかな。あれ、この木がもう少しあれか。南行ったとか。ここは何だろう。科学技術工学。この辺きれいなだけで行ってもな。こっちにしよう。いいよ。
どうなってんだこれ。あ、十字になってる橋のとこか、ここか。あ、じゃあ、あそこも公園だ。何公園つったっけな。忘れましたね。ああ、ちょっと橋のとこは行ってみたいな。小泣川じゃない、小泣川ってなんか小泣じじいみたいなね。うなぎ川だ。すごい自転車が多いな、ここ。結構飛ばしてる。そのぐらいのこのクソさ。ちょっと見てやろ、あんなことしてるか。これ黒沢もいるのに水吐いて大丈夫か、あいつらすげえな。あっちも寒くないのかな。元気だな。夏じゃねえし。心がいいか、ね、ねえって誰に言ってんだって感じだけど、タワーが見えてるのがいいな。スカイツリーがもう見えてる。これ何通りかなんか書いてありそうだけどな。うん、扇橋。さあ、これを清洲橋通り渡って。どうぞ。あ、こっちは、あ、か。行き止まりか。あれ、これ、橋渡んなきゃいけなくなっちゃうの、もしかして。いや、とりあえずさ、とりあえず行ってみましょう、橋まで。ここね、小名木川ですね、まだね。じゃあ、一回渡って、で戻るか。ああ、まず正面の渡って
ってどっか左行ってまた渡ってって感じですね。ここも綺麗に咲いてますね。サルエ、サルエ一丁目ヨニバシだ。サルエ橋そのまんま、ここが資料館通り戻ってきました。ここね、正面が清澄通りかな。ようやくじゃあパン買いに行くか、行ってっから。